お世話になります、ひとりでございます。2020年9月29日に冠の雪原の新しい情報が公開されました。みんな脇に湧いて大興奮しているところだと思いますが、ここは冷静になって今まずねできること一つご紹介したいと思います。それですね、不思議な贈り物ですね。前作からあったサトシのピカチュウが受け取ることはできます。そんなこれ超レアかって言ったら多分そうじゃないですけど、まあ、とりあえず受け取れるんでね、受け取らない選択肢はねないでしょうね。とりあえず冠の雪原の情報は置いといて、とりあえず行きましょう。不思議な贈り物からですね、不思議な贈り物受け取るでシリアルコードで受け取るですね、定番のことをやっていきましょう。はい、これで入力画面に来ましたと。入力するのはピカチュウゲットですね。ですので P1、 ここ1なんで気をつけてください。で KACHU で GET でピカチュウゲットですので、これで OK を押していきましょう。はい、贈り物を探していますとなって、はい、オリジナルキャップのピカチュウが手に入るわけですね。やったー。で、これで受け取っていきましょう。はい、ここはいつも通りですね、ピカンと光って、ピカチュウのごとく光ってですね、ストーンと落ちてきて、それで、はい、ピカチュウ登場、帽子かぶって、はい、これでピカチュウを受け取りましたという感じになるわけでございますと。いた、これかな。いや、まあまあばっかじゃん。まあ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 だから、5まあまあだから10まあですね。で、中身見ていきましょうか。おや、サトシですね。やっぱりサトシのピカチュウですから、これが別のやつになってたらおかしいですからね。で、モンスターボールですね。プレシャスボールじゃないんだ。意外ですね。で、オスでございまして、ちょっと斜めに帽子かぶっていますが、隣見てみますと、特製静電気でございまして、静電気を体にまとい、触った相手を麻痺させることがあるという特製でございます。いいね。で、10万ボルト電光石火。アイアンテール、エレキネットっていう感じで、これあれですかね、サトシのピカチュウが覚えてる技、ちょっとわかんないけど、エレキネットなんて覚えてんのか、てかボルテッカー覚えさせようよっていう感じなんですけど、まあこれレベルで覚えるのか知らないですけど、まあそんな感じでございます。で、頑張り屋な性格で、え、でこれあれですね、2021年2月23日全然日付ずれてますけど、ポケモン番組でレベル25の時に出会ったって、え、番組で意味がわかんないんだけど、ちょっとよくわかんないですけど、とりあえずそんな感じですね。クラシックリボンを持ってまして、ポケモンが大好きなことを証明する記念リボンでございまして、ポケモン好きのピカチュウというね、これはいつも通りの感じで、ゲットできるわけですね。まあ、今回はゲットするだけですね。はい、ということでこれでもう終わりでございます。で、これはいつも通りですね、不思議な贈り物ですので、別のセーブデータがあれば多分何体でも受け取れますので、もしねたくさん欲しい方は何回も何回もね最初からやり直して不思議な贈り物できるところまで進めれば量産できると思います。で、情報によると今後ね8種類このピカチュウがゲットできるみたいですね。多分これは前作でも多分あったと思うんですが、私やったことないんで分かんないですけど、帽子の種類が違ったりするのかな、多分そのアニメの時期ごとのそのサトシの帽子の数だけ多分いるっていうことなんだと思います。まあ、これはね今後多分冠の雪原が配信開始されるまでにゲームをやってもらうためにちょいちょいあるんじゃないかなと思います。ですからマジでピカチュウだらけになっちゃって、皆さんピカチュウ中毒、つまりピカチュウにならないように気をつけてくださいね。 Terroristじゃない、ほら。